出会った時、モノノフはおよそ25だった。10年後、再会した二人は、すぐにまた意気投合した。飲み、遊び、磨き合って。はじめはただ気の合う仲間同士だった二人が、互いを思い合う親友になった。そしてまた10年、モノノフの剣術は極まり、なんと試合に勝つことさえあった。釜井様は驚いて、酒を断ち、修行をし、再戦に燃えていた。でも次の10年目、人は約束を守れなかった。南で起こった戦に、駆り出されていたから。妖怪にとって、10年など一瞬。釜井様は気にも留めなかった。けれど次の再会の時、釜井様は目を疑った。モノノフは弱い65で、傷だらけ、白髪だらけだった。おい、小僧、まだ剣を握れるか？自分は年じゃ、もうそれには答えられん。こたびは、別れを告げに参ったのだ。そうか、飽きつ羽遊びにもう一度付き合ってくれるか？それもよい。モノノフは全力を尽くしたけれど、衰えた体力のため早々に退場となった。釜井様は羽子板を置いてしばらく黙り込み、長いため息をついた。実に遺憾だ。